タリア？ウィリアムごめんなさい、に対するみんなの反応をまとめてみた。しだらな母と笑いなさい。笑ったら許されると思ってるんですか。勝手に思っているだけの思いなど、子供に伝わるわけがないだろう。笑って済むならマシなんよ。というか、ごめんなさいって思ってるのかタリア。自分から、館長室でお休みくださいって言ってるからその、あまりにも、どうなん。母ですらない、あなたは一人の女や。笑わないよ。謝るんじゃなくてアーサーに感謝しろ。しだらな女だ。ウィリアム君めっちゃ軽蔑して遺品捨てようとしてたよドラマ CD。アーサーが不憫すぎた。きついって。そりゃ母親側が子と生きるよりも男と一緒に死ぬことを選ぶとか軽蔑されて当然だよ。しかもその男が父親ならともかく別の男だし。これの何がひどいって子供側は真相を知ってショックを受けて軽蔑とかじゃなくて母親の死を知って、ふーん、あっそな反応なところ絶対イタリアの男事情知ってたしろくな愛情持って育てられていなかったろっていう。確か母の大事なものは箱の中身遺品で自分は入ってない。って言ってたから軽蔑はしてても愛を欲してはいたんだよね。ウィリアム、アーサーさん、お気になさらないでください。母の死はあなたの責任じゃありません。母は館長でありながら館を自ら離れたと聞いています。その時母は自ら捨てたんですよ。軍人としてのキャリアも教授も、息子である僕もねですから、アーサーさんが欲しい遺品があれば、よろしければお持ちになってください。僕には不要なんで処分します。母さんにとって僕が大切なもんか。母さんは昔の男と心中したんだって、僕は知ってるんだ。ああさあ、お母さんが何を考えてたか僕にもわからないけど、お母さんが残した大切なものは君なんだ。君の人生を大切にしなきゃいけないんだ。大切にしたいんだ10歳児と26歳のやりとりである。こんな地獄みてえなメンタルに追い込まれてる少年に寄り添うとか成人かな。ああさあ、先生の方が向いてると思うよ。いくらコーディネーターが早熟ったってしっかりしすぎてなんか痛ましいあまりに理論的に傷ついて軽蔑してる。何歳でもこの対応できる気がしないましてや20代でなんてすげえ。笑えないよ。ウィリアム、あなたが誰かは知らないけど、アーサーさんには土下座して感謝しろ。マリューさんに息子に会ってほしいとか言ってたけどマリューさんにどうしろと。アイアムユアマザーエネミー。タリアさんマジでアーサーさんに感謝しとけよ。部下と上司ってだけで本来はそこまでする義理もないのにアーサー優しすぎるわ。最近流行りの不死だらな母なのに。ねえそんなに遺伝子を調べて何でもかんでも分かって遺伝子で決めるって言うならさ母さんの母親として適性も調べてみればいいじゃないかそれでわかるんだろ。お前それでないってなったらどうするんだよ。そりゃお前だったら子供なんて作るな、よ。デスティニープラン。子供欲しいって理由で別れたんだからせめて元彼よりは子供を優先しようよ。11歳の男の子に、あなたの母親は生きて帰れるチャンスを捨て昔の男と心中しましたという事実はきついって。これきっついな。自分は母を生につなぎ止められるだけの存在じゃなかったんだって思ってしまう。やあウィリアム君ギルトタリア館長、いやお母さんの息子です。お前お兄ちゃんとか言われたら潰れそうだな。議長を止めるために軍人としての責務を果たした。くらいにごまかせば、子供が大きくなれば受け入れてくれるかもしれん。笑い話にできねえのよマジで。いい母親になれるかどうかも遺伝子で調べればいいのにね。お前の母は不倫相手と心中した不死だらな女。子供だと思ってバレないとタリア自身が甘く考えてたんじゃないかな不倫相手タリアの場合は違うがと子供合わせて仲良くさせようみたいなこと考える親もいるし。不倫相手に合わせるのはガチであるし、普通に気づく。いいだろ、種から引き継がれたドロドロを一身に引き受けた女だぜ。戦争の被害者ですらない。これはもうアーサーに本領発揮してもらわんとね。仮にギルと再婚してもギルもタリアもこの子を愛さなそうなのがきっつい。むしろギルは愛せると思う、遺伝子とルールに許されなかったが本来はタリアが望んで生まれてきてくれた子だから。でも面影に元夫がゴリゴリでタリアの方がこじらせる。何がひどいって旦那さんお亡くなりになってるみたいだから、昔の男と心中した結果息子を天涯孤独の身の上にしてしまったっていう？アーサーいなかったら十数年後に何か起こす人物になっててもおかしくなかった現状唯一のネームド第三世代コーディネーターだし。アーサーなら大丈夫という安心感があるナチュラル別紙感情もないから婚姻統制のないオーブやスカンジナビアに引っ越しを進めることもできるし。不死だらな母って子供のことを考えるときっついんだな。でも当時エッチだなって思いました。
た。違う、俺は知らなかっただけなんだ。本当なんだ、あの時子供がいるわされるなんて思わなかったんだ。本当に笑えないくしだらな母はやめろ。っていうか朝よく貢献人やってんな。お前やっぱその人柄は軍に必要な人材だよ。環境室に息子の写真飾ってたから彼女なりに愛してはいたんだろうけど、結局最後はギルの女であることを選んだし、息子はギルの存在とっくに知ってたっぽいし、で母親としてはかなりダメな部類だった。すれた意味でこの人の才能かすれかと思ったのに。誰だ、おっと。ウィリアムだよ、ウィリアム、サザーランド大佐。アルテミスの時の竿役か。それジェラード、ガルシアやガイデンデワローやら、カナードと絡みある貴重なキャラだ。ああさあ死んだら母親と違って心壊れるほど悲しみそう。ドラマ CD でそんな話あったんか。タリアさんの遺品を届けに息子くんの元へ訪れるアーサーの話と中、なぜかアスランと遭遇し無邪気に受難ネタでまさぐることを除けばガチシリアスストーリーだぞ。アーサーがまがうことなき成人で株がバカ上がりした。シリアスを薄める西洋剤として使われるアスランに悲式過去。無邪気と受難ネタという本来一緒に使われなさそうな単語。それができちゃうのがアーサーという男、アスランも怒るに怒れずタジタジになるしかなかった。よくあるサービスシーンと思わせておいて、婚姻統制で結ばれなかった相手との SX デスティニープランでは無意味な行為なのに、提唱者の議長がそれを求めるという矛盾を突きつける重要な要素なんだ。しかも20年越しの劇場版の設定を踏まえると、デスティニーの初期の時点でそれが提示されていたという。それはそれとして艦長があれなのもまた事実なので困る。職務中にやってんじゃねえよ。結局子供より議長を取るなら最初からそうしておけば、別れなければ議長ももうちょい穏当な選択をしたんじゃ、という気持ちが拭えない。どちらに対する愛も中途半端になってしまった印象。ウィリアム君放置されてるのに慣れてる感あるんだよな。仕事を言い訳にして子供と距離置いてたんじゃないかな。子供作って満足して子育てまで気が回らなくなったパターンっぽく思ってしまう。ウィリアムへの愛情は確かにあるのだが、子供がいざできたことで、やはりデュランダルの子が欲しかったという未練が増幅した感。せっかく子供作ったのにそんな扱いするんだったら最初から子供諦めてデュランダルと別れなかった方が良かったんじゃないか。必要だから愛するのではなく、愛しているから必要、つまり、産んだからって愛せるわけじゃないってこと。息子を愛してはいるだが同時に、対して愛してない夫と愛してる元恋人の顔がよぎってどう接していいかわからなくなる。おそらくタリアはこういう心境で、だから仕事に逃げた。片手間の愛ですね。抱きかかえた我がこの重さより自分の股間のうずきが気になるなら母親になんかなるべきじゃなかった。艦長としてはめちゃくちゃ優秀だったけど、親としての義務を放棄し愛に走ったタリア。副艦長としてはいまいちだったけど責任ある大人。人間として子供の未来と心を守れた。ああさあこの対比をもしかして能力のみで判断するデスティニープランのアンチテーゼだった。本編でやれ。議長との関係については夫死んでるしまあ問題はないんだ。ただ息子放置してるのと抱く抱かれるやってる状況じゃねえってのが問題なだけで。子供が欲しいから好きだった男を捨てて別の男と結婚するってことは、多少愛はあっただろうけど扱いとしては結婚相手を種としか見てないって側面が強くなるだろうし、そりゃ生まれてきた息子に対して、愛の結果生まれた一般的な子供と比べてとりあえず子供ができればよし、なりの対応になるよな。ドラマ CD 最後の、ねえ、お酒って美味しい。美味しいというか、楽しい、かなーってやりとりが好き。コンパスも尖った人を埋め出しなんだかんだいないと式に関わりそうな人材だな。テレビで見てた時タリア艦長が議長と親中した意味がよくわからんかったが、文字に起こされるとなかなか業が深い。でも実際子供できないとわかんないとこはあるよなと思う。産んだら無償の愛を抱けるわけじゃない。タリアが完全に育てるの放棄してたわけでもないし、むしろ夫死んでてシングルマザーだから仕事しないといけないのは当然婚姻統制が悪いよ。どう考えても。ナチュラルとなら婚姻統制なんかしなくても子供作れて人口回復できるんだ。でもそれを認めたらコーディネーターって種として欠陥品ですよって公言するのと同義だから認められないんだ。あらやだ、ひょっとして積んでる。新ママだからこそ仕事しなきゃはその通りなんだけど、子供の視点だと早くに父を亡くしてて母しかいないのに母は仕事ばかりってだけでも愛情不足になりそうなところ、さらに職務中に昔の男とよろしくやってます、最後は生きて帰ることを放棄して男と心中しましたなんて、僕のことなんてどうでもよかったんだと思わせるに十分すぎる。
コーディネーターの体質上ギルトでは子供できないのは変わらないから婚姻当せいなくても結局別れてたんじゃないか。ただそうやって恋人と別れてまでいた子供への愛情も貫けなかった中途半端さが全方位不幸にした気がするわ。声優にも苦言を言われてて制作もこんなドラマ CD 作られてるしなんか運命の一番の問題児みたいな感じがしてきたわ。ウィリアム君は知らないだろうけどお母さんが昔の男とその男の息子みたいな立場の男の子とその子の母親として疑似一家心中しましたって事実なかなかえぐくない。大人たちの噂話がウィリアムの耳に入って、メサイアの顛末は概ねを知ってる。詳細は知らないはずだけど、男と心中したまでは察してるからよっぽどわかりやすかったんだろうな。PP の縁因を作りながら間違った責任の取り方で満足して死んでるのがなぜ界にも息子にも残した爪痕がエグすぎる。息子からしたら自分が真男との子供じゃんと思ってもおかしくないからなんで母親も男と心中するまでは先歩譲ってやって別ろうとしても霊を息子に見立てて家族心中ごっこするは許せねえよ。まあ真男と子供ができてたら苦労はなかったんですけどね。マジでこれなんだよな。議長と運命を共にするだけなら母親より女であることを選んだってだけなんだけどさらに霊も受け入れて家族ごっこしながらの心中だからなおさら立ち悪い。ウィリアム君からしたら愛されてたのは子供としてであってウィリアムという一人の人間としてではないって言われてるようなもんだし、スカフェイス&ミネルヴァ館長就任も周囲からデュランダルのお気に入りだからだろってひそひそされてたリアはそれを覆したいって思ってたんだよ。なんでその男と寝て噂を真実にしてんだバカ。軍人としても母親としても女としても頑張ってるけど結局半端に終わっちゃってるとか実に人間らしいじゃないか。そんな人だから最後にデュランダルと心中してやれたんだ。そしてそんな母の最後を聞いて激怒するどころか、ああそうですかとなるウィリアム君。残あたりそれを見て、君のお母さんは君を愛していたんだとフォローするアーサーはマジ成人だよ。驚いてばっかの無能とか言われるアーサーのいいところが光りまくったエピソードだから、震え声それはそうと。マユーさんは結局息子と会ったのかね。会って何をするってこともできなさそうだけど。スパロボエルでさりげなく救われてるコタリアは普通に議長離反が隠し要素でもなく基本ルートだし、未来を作るのは私たち大人ではなく若い命ってクワトロネタ絡めつつ子供意識してるセリフあるし、最後まであくまで議長が未練たらたらって形で不倫するという一線は越えてないし、タリアは生存ルートしかないから間違いなく救われてる。スパロボエルだと息子をちゃんと選んだルートなんだろうなって改めて見直すと、ダメな母親としてクリスマスになるとやり玉に上がるジョナサン、グレインの母親よりひどいなタリア。新ママバリキャリで息子に寂しい思いをさせたところまでは近いけど、あの和館長は最終的にちゃんと息子と歩み寄れたしね。仕事人間で意思疎通があまりにも足りてなかっただけで、愛はあったもんな。